ハゲ社長ツマ、はい、というわけでございます。今回もですね、我々からちょっと皆さんにご報告があります。はい、何でしょうか。はい、私たちジュビラーチャンネルの LINE アカウントができました。はい、そうですね。まあ、できましたというか、もう実はね、12月、1月から動き出してまして、何本か動画も上がってるんですよ。はい、LINE のタイムラインっていうとこに動画が上がっていて、はい、YouTube では見れなかった部分とかのちょっと動画、あと YouTube だとショートっていう動画、我々よく出してると思うんだけど、あれのね、ロングバージョンがあったりとか、はい、まあ、そんな感じの動画、ちょっとまだね、いっぱいは出せてないんだけど、はい、そういう動画は上がってたりするのがちょっと LINE のアカウントだったりするんですよ。であれ登録するとさ、うん、一応なんかちょびっとこう会話返ってきそうな、来なさそうなやつ、来なさそうなやつでちゃんとねちょっと言えばね返ってくるから、ね、ああそうなんだ、うん、まあそんな感じで、LINE のアカウントが、我々の準備ナウチャンネルのアカウントができてましたっていうところなんですけど、これみんなに登録をしてもらいたいなっていうお願いなんですね。で、これチャンネル登録とかっていうよりは、うん、友達登録なんですよ。友達追加です。はい、そう、友達追加なんですよね。そう、友達追加なんです。友達追加なんです。はい、もう一回大事なんで言っとくけど。友達追加。なんですよ。なので、はい、これね、LINE の我々のアカウントを概要欄の方に書いておきますので、そこのリンクから友達追加をぜひね、していただきたいなと思って、はい、今日はそのお願いなんです。はい。はい、ちょっと顎がね、こう。顎は今日ヒアルロン酸入れてます。みたいな顎だけどさ、違うよね。違う、入れてる。これなんで今日顎腫れてんの、なんか。なんかさ、そう、なんか整形したみたいじゃん、ね。ヒアルロン酸入れてるでしょ。なんかやばいよね。むくんでんじゃないの、顔。おかしい。寝不足だから顔むくんでんじゃないの、ね、なんか整形したみたいだね。そうだ、マッサージすればいい。こういう人いるよね。いる。まあ、ドゥンドゥンドゥンってなる。まあいいんだけど。で、その、まあ、LINE のね、こうアカウント。動画があって、それを友達追加してもらうと我々非常に喜ぶし、これからねもっともっとねいろんな動画を上げていこうと思って、はい、で結構ねその有名 YouTuber さんたちもみんなやってんだよね。有名 YouTuber さんじゃないけど我々の大好きなさ YouTuber さんとかもやってるしね。なのでね、みんなにねぜひ、これもちろん YouTube もねあのメインでやってるんだけど、それ以外のところでちょっとね不思議な感じのね、はい、いろんな怪しげな投稿してます。怪しげだろ。だろ基本的にないんだってさ。でもなんかあれじゃん、うん、YouTube って出してないような動画とか。うん、そうだね、そうだね。そうだから、まあ、2、3分の動画とかで、まあ見やすい動画とかをできるだけ出そうなかなと思ってるんだけど、はい、そうだね。うん、LINE 用に作ったやつとか謎のやついっぱいある。謎のやつあるね。よくこの子登場するやつ。どうし、最、ね。だから、まあ、YouTube ほど、こう、ボリュームはまだね、ないんだけど、うん、これからもどんどん増やしていって、まあ、面白いことやっていこうかなと思ってるんですよ。はい、なんでね、これみんなの協力が本当に重要になってくるんです。はい、まあ、重要になってくるんで、なんてかっていうと、追加友達も増やしたいんだよ。そう。あのね、友達追加ね、してほしいね。そう。友達が欲しい。そう、なんでか友達欲しいんだよ。友達が欲しいんですよ。友達いないからさ。友達いないから友達が欲しい。そう、誰か言ってたけど。だってね、友達100人欲しいね。うん。いや、もっとだね。友達1000人欲しいね、俺。欲しいね。うん。こう、まあね、なんかこの間ツイッターを見たらさ、なんかね、友達は少ない方が、YouTube とか SNS 成功してる人多いって言うんだけど、それはリアルな話でな。要は、ぼっちってことだよね。そっちの人だね。コミショの人がうまいって言うんだけど。でもさ、このままだと俺たちもね、やっぱね、コミショすぎて、どうもここと、ね、動画と皆さんともちろんそうだけど、なんかそこだけで完結してる感じがあるので、まあまあ、全然まだまだ売れてないから、まあいろんなところにこうね、顔を出して、うん、まあ、まあこういう時期だからさ、リアルではちょっとなかなかだけど、うん、そういろんな SNS とかを使っていろんなね、こうもっともっとこう露出していきたいなと思ってね。いるんだよね。まあでもとにかく面白い動画とかいろんなものをね、みんなにこうさ、みんなに見てもらおうかなと思って、うん、今ね、頑張っていろいろ作ったりしてるのでね。まあなんかこんなことやってほしいなんていうのもあったらさ、はい、言ってくれればそれまた、YouTube だけじゃなくて LINE とかでもやろうかなと思ってますんで、ね、みんなと一緒に楽しんでいきたいからさ、はい、ジズマさんどうですか？でも楽しんでいきたい。うん。LINE とかどうですか？来年やっぱね、友達追加してみんなメッセージくださいって、うん、うん、そうだね。そうだね。あと、なんか動画とかでこんな感じの動画やりたいみたいなのある ?LINE で？うん。風船とかたくさんやりたい。ああ、そうだね。そうだね。こう、YouTube とかだとできに、やりにくいような感じのこととかもやれたら面白いし。これはお金かからないので、もう全然我々の
ただ追加してくれればいいです。そうそう、追加して我々を見つけてくれ て追加をしていただければ、友達追加をしていただければね、あの嬉しいですね。まあもちろんこの YouTube のチャンネル登録まだの方もチャンネル登録してほしいんですけども、意外と普通のトークとかもいっちゃうかもしれないしね。ああ、うん、そうだね。そうだね。あとさ、チズモンさんが夜こっそり作って食べてるコロッケとかさ。ああ、コロッケそのまま作ってないか。コロッケ本格的じゃないそんなのは作ってないけど、夜のもやし飯とかさ、そうだね、レシピ。あ、私結構料理するからさ、うん、料理のなんか。そうだね。あとさ、唐揚げとか作ってる。唐揚げうちね、すげえこだわって作ってる、うん、ね。そういうのがもしかしたら、いいかもしれない、公開されるかもしれないしね。まあ、それは、やっぱりこの動画の良さっていうのがあるのでね。YouTube だとちょっとやっぱりまた趣旨が違うのかなと思ったりするんで。はい、セカンドチャンネルとはまたちょっと違う世界がそこで展開されていくんではないかというふうに思うけど。ね。これ知ってる YouTuber さんでもさ、メインのチャンネル、要するにこの YouTube でやってることとちょっと違うことやってたりするもんね。そうだね。そうだよね。うん。なんかこれ、ボンボン TV さんのチラッと見たんだけど、うん、あ、そういう使い方あるんだとかさ、うん、なんか結構こうなんだ、セカンドチャンネルよりもっと緩い感じのさ、だけどちょっと興味あるなるほど、うん、何あのりっちゃんとかがさ、なんかちょっと生っぽい感じでさ、こっち側の人と話してたりするようなとかあったりさ、友達感覚で聞いていただければすごい、うん、そうだね、いいです。俺言ってること間違ってたらごめんなさいね。わかりました。なんだこれ、もしかしたら気のせいかもしんない。俺が見る限りだと、可愛め系の女の子がなんか多いような気もするんだけど、うん、でも割と有名な YouTuber さんもボコボコ今出てたりでさ、うん、まあそんな感じの、そう、あとさ、そうじゃあ LINE とかでなんか YouTube のショートとかの、うん、それよりもうちょっと長いこう見れないとことか見てもらっても楽しいかな。見せちゃうっつって。見せちゃってもいいかな。もっとね、本当にいっぱい撮ってあるのよ。いっぱいある。それをさ、どんどん出していこうかな。そうだね。そのこの辺と、だってここしか見せてない、ここがあったりするから。ああ、そうだね。これが。こことか、こことか。そことか、あそことか。こことか、こことか、こことか。ここしか公開してないんだけど、こことかね。こことか、ここ。そうね。こことここの、はい。の、こことかさ、どうでもいいわ、そんな。大好きでしょ、ここね。ここ。こことか、こことか、こことかさ。このシミとか。これなんでこのシミができたのかとか。こういうのさ、載せちゃおうかな。シミ、なんかできた理由。それもなんか違うところでやってるよ。シミでき方法とか、さ、ね、ズボンやばいから。ああ、それいいね。うん、まあそんなこと、ね、ただ洗うジャージを洗うとか、そうだね、まあ、そんな感じのことを LINE でやっていければなと思ってます、はい、そういう感じなんで皆さんぜひね、あの概要欄から、LINE の準備ナウチャンネルの友達、ね、友達追加よろしくお願いします。はい、そんなことでございまして、準備ナウチャンネル応援してくれるっていう人はグッドボタン、チャンネル登録、友達追加よろしくにゃー。友達いなくてかわいそうだから登録しようと思ったらグッドボタンチャンネルとかお願いにゃー。はい、みんな思いました。最後まで動画見てくれてありがとう。また次の動画で会おうぜ。緊張中だったし、ラインでもこうぜ。怖いねこれね。準備ナウ。